皆さんこんにちは、志摩ニュース&リポートです。それぞれの思いを乗せた走りで最後まで駆け抜けました。それではどうぞ。4月21日日曜日、志摩スペイン村をメイン会場に志摩ロードパーティーハーフマラソン2024が開催され、東海・近畿地方を中心に約3200人が参加しました。志摩ロードパーティーハーフマラソンは高低差が激しい道のりを激走するハーフマラソンや 10km コースのほか、障害者や車椅子利用者向けのバリアフリーパーティーラン、仮装しながらスペイン村の園内を走ることができるパルケパーティーランの4種目があり、子どもから大人まで幅広い世代が参加できるイベントです。この日はあいにくの雨となりましたが、参加者は温かい食べ物やメッセージが書いてあるドリンクでエネルギーを補給した後、それぞれのコースをびしょ濡れになりながら全力で走っていました。ゴール地点では達成感にあふれた表情や満開の笑顔があふれ、雨天の中でも楽しんで挑んだ参加者の姿が多く見られました。